さあこんにちは。もう正月も、はい、抜けた、ね、まあ抜けたかな、まあ正月気分の人も多いよな。いや、まだ多いですよ。あの成人の日も、いやでもさ、昔はさ、はい、1週間店が開かないとか余裕でありました。余裕だったらもう凧揚げしかなかったんだから完封にさらされたら凧揚げなんだよ。そうですよね、やることないから正月って。そうで、あのレストランも軒並み閉まってるんで、ま、レストランがないから、うちはなかったですか。田舎だったから。ああ、地元もじゃあお店も閉まって、ああ、もう地元の店に行くのにも何キロも離れてた。まあ、そんなこともないけど、まあ、でもまずは閉まってたよ。そうですよね、うん、だからデパートも本当あのお正月明けてからじゃないとデパートなかったから。なかったなかった。八百屋とか果物屋さんしかそれも休んでたから。いや本当今早いよな、抜けんのがな。いやそうです、もうなんなら31日やってますから、ね、そうだな。そうです、はい、だからもしかするとね、もうあの三が日気分じゃないという方もいらっしゃるかもしれませんが、そ う、ね、そういう人はバンバンもうこの動画を見てで、お隣さんに宣伝して、そう、はい、楽しんでもらえた、はい、箱上げにも高木豊チャンネルってあげてくれといいですね。いやいや、あげたところは、おい、いや、うちはあげましたよって言ったところはカメラ持っていこうじゃないか。本当ですか。いや、本当だよ、あげましたよって高木豊チャンネルってそう、上がんなかったら知らないからな、罰金だから。そうだ、そうですね、ということなので、ね、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、さあ、今回もですね、はい、2023年どこよりも早い改革オーダー予想ということで、はいはい、ちょうど半分ですね、今日で折り返しに来ました。そうだな、はい、まず1回目が巨人対西武、はい、巨人対西武じゃないです、巨人と西武、はい、で2回目が広島とロッテ。そうです、ね、さあ今日はどこのセパになるのか、組み合わせね、セパね、はい、行きましょう。井高さん、じゃあセリーグ引いてください、はい、これ忖度なしでくじ引きで決めます。そうなんです、はい、ね、どこだ中日。おー、中日、おー、去年すごい総理会しましたからね。いやな、期待できるけどな、はい、じゃあ、はい、私パリーグですけれども、パリーグどこで、はい、中日ね、はい、楽天、はい、楽天はいはいはい、なんかリアクションが何か、なんかないですか。おお難しいぞ。そうですね、楽天は、はい、はい、じゃあ行きましょう、中日です。はい、もういいのか。そうですね、まあ中日はやっぱり若手主体でいくというふうにガラッと変えてますからね。まあ、星野さんが、はい、ね、中日の監督じゃない時、うん、阪神の監督の時、ね、はい、まあ、星野さんといったら中日じゃない、はい、印象的には、うん、星野さんが開幕オーダーを発表する時に言ったことは、うん、ね、28人登録だったんで、その時はね、はい、いいかって、今日から開幕だと、うん、28人登録をしてる、うん、ね、最後の1試合までこのメンバーで戦えたら俺も嬉しく思う。嘘だけどね、多分入れ替えは必ずだよね。だからそのぐらい28人っていうのは、うん、開幕の時に重く感じてほしいというね、その重みですね、責任を感じてほしいという、はい、ね、その重みを感じてほしい選手、はい、まあ立浪も言うのか知らないけども、はい、ね、2年目だと、はい、ね、1年目は申し訳ない、うん、ね、6位になった、はい、ね、でもオフいっぱい動いた、はい、チームを強くするために、うん、選手も取ってきた。そうですね、いいか、はい、ね、うん、みんな頑張ろう、うん、ね、そのためのオーダーを発表する開幕の監督、はい、お願いします。1番岡林、まあ、そうでしょうね、そうでしょうね、そうだな、はい、まあこれなんていうの、まあ、昨年は大島岡林でスタートしたんでね、はい、これ岡林の方がいいなと思ってたのは、うん、ね、まあ、途中から岡林にはなったけども、はい、まあでも岡林去年頑張ったな、本当に、ね、1人頑張ったという、はい、ね、その一番向きっていうのはどういうふうに、まあ足が速いという、うん、で長打を打てないという、はい、まあ、長打が打てないっていうか、ね、じゃあまあしつこいというか、あ、そうしつこい、そう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 、だから岡林がより成長してる、はい、昨年を古くて言われるなよと、ああそうですね、ああ、また逆にそれをプレッシャーだと感じんなよって、うん、ね、はい、自分の能力を信じて、はい、ね、今年はセンター、昨年はライト、はい、ね、俺はライトの方がいいと思ってるんだけど、センター、事情があるんですよね、事情がある、そうなんです、ね、事情は後ほど、まあでもあのレーザービームだとセンターからも刺す確率は高いね、うん、そうですね、そうそうそう、はい、ね、岡林、はい、1番、今年はもうちょっと走れ、もうちょっと、はい、ね、はい、さあ2番、2番、はい、レフト、はい、大島、もうここの1番はなんか不動ですね、やっぱり大島選手、まあ、岡林をね、はい、行かせるよ、そうですね、一つでも先の塁に、先の塁にね、はい、どうなんだろうな、
まあ、3割は打てるバッターなんだけど、大島選手、はい、大島ね、まあ、年齢とともに、まあ、若干パフォーマンスも落ちてきてる、これはもうしょうがないよね、ベテランになると、まあ、だけど自分のことよりもこれから若手にチームに貢献をしていかないと、ベテランとしての価値がなくなるから、自分の成績だけ追っかけてると、はい、だから大島よと、はい、自分のことはいいから、うんね、チームに貢献、岡林を助ける、はい、そういうことをやってくれと、うん、そのための2番だと。それを大島選手はできる選手ですからね、やらなきゃいけない選手、はい、ね、うん、できるできないじゃなくてもうやらなきゃいけない年だし、はい、やってほしい、はい、分かったか、はい、で早かったな、はい、もう絶対スタッフは分かってないと思って、はい、ね、はい、レフトですよね、はいはいはい、3番、はい、ライト、はい、アキーノ、そうです、ここにアキーノ選手が来るからなんですよ、ね、うん、まあ、心配はくる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 スライダーが回らないかなと思うのが心配だけども、はい、この守備、はい、まあ、ちょっとね雑な面もあるんだけど、うん、肩抜群だから、はい、で走る方も走塁もね、うん、走れるし、はい、ね、期待してるぞアキーノと。そうですね、中日ファンはやっぱりアキーノ選手取ったって言った時にものすごい本当に期待というか喜んで、そうだね、だから あんまりホームランという意識はね、うん、そんなに持たなくていいよ、うん、で打てれば儲けもみたいな感じで、はい、だからあの球場をこう本拠地にすると力むからね、やっぱりそれ外国人選手もやっぱり同じなんだ、ね、いや絶対一緒だと思うよ、外国人が来てもこれちょっと広いなと思うと思うよ、はい、うん、だからまあまあね、その力みなく、はい、ね、自分の力を出してほしい、ライトアキーナ選手が4番です、はい、あ、もしかしたら3番、はい、4番、はい、ファーストビシエド、テレンコテレンコしてたらもうすぐクビだからなって、ブランコかと思っちゃいました、懐かしくてすみません、何が、中日でもブランコいたんで、おいたよ、テレンコテレンコがブランコブランコと、何ちょっと待って、そこはなんか、そうなんですよ、お前がヘッドコーチとしてたらお前何言ってんだお前いや、ブランコが打ってくれた、だから同じようにビシエドも打ってっていう気持ちも込めてなんですけどね、あ、なるほど、ご覧もテレンコテレンコしたらすぐ首だからいや、そうですよ、いや、いるんだから、アルモンテが、そう、控えてるんですよ、いいか、競争、うん、競争だぞって、はい、もう本当にテレンコしたら今シーズンは許さんのって、もうそれをぜひ豊さん、ね、シードに向かって言ってください、ね、でも力がある選手だから、はい、やればできるんだよ、昨年ね、はい、状態が悪かったっていうのは春先あるんだろうけども、うん、今年は春先から勝負だから、そうです ね、あのぜひ立浪監督の力になってほしい、まあ、ね、ライバルが、ね、いるんで、まあ、監督のためだけにやるわけじゃないけどね、はい、自分のためにも頑張ってほしいし、これ本当ビシエド選手が4番ですけど、はい、ちょっとでも不調になったらもうすぐに変えられてしまう、変えられる、変えられる、もう変え方分かってるもん、はい、変え方、あ、アキーノが4番に行って、うん、アルモンテが3番に入る、もう5番は頭に入ってない、そうそう、腹の内見せちゃったみたいで嫌じゃん、いや、そうですね、ちょっとね、真似されても、はい、5番、はい、ね、セカンド、はい、周平、ここ高橋周平、セカンドに参ります、もう頼むぞ高橋周平、はい、ね、お前がチームリーダーなんだから、はい、もうならなきゃいけないし、うん、周りの阿部とか仲のいい方かどうかわからないけども、はい、まあ、そういう選手が出たけど、うん、ね、そんなことは置いといて、お前頑張れて引っ張れて、そうですよ ね、引っ張るだけの力持ってるから、はい、ね、頑張ってほしいと思います、シーズンこそは、はい、はい、6番、はい、サード石川、そうです ね、まあ、昨年ね、やっとこう、あ、ちょっとプロの水に慣れてきて、ちょっと上り調子になってきたかなって言ったところで、はい、まあ、サヨナラを打ったりとかいろいろしてね、はい、休暇だ、そうだったんですよ、なんとかな頼むよ本当に、そうなんですよ ね、石川が活躍したらジモティだな、はい、ね、スターになれる要素たくさんあるわけだから、はい、ね、そしたらもう一生、うん、安泰だから、そう、いや本当よ、ですよ、ね、頑張れよ、そうですよ、ね、今年は、ね、暴れん坊将軍の登場曲を何回も聴かせてほしいです、はい、はい、ね、うん、はい、7番、はい、キャッチャー木下、うん、ね、まあ、昨年ね、はい、5番とか打ったりとかして、ちょっとキャッチャー周り5番も打ちって、まあ、非常にフル回転で、はい、まあ、厳しかったと思うけど、うん、今年はちょっと下げれそうなんでね、あ、あの打順をね、はいはい、だからまあキャッチャーにも専念できるし、はい、ね、うん、はい、頑張ってほしいと思います、はいはい、8番、ショート土田、うん、ね、強打が出ていって競争相手がいなくなって、うん、テレッとしてんじゃないぞって、うん、でもラジオでね、はい、強打さんとゴールデングラブを争うとか言うよね、なんか先輩に向けてすごく刺激のある、はい、いいメッセージだったよね、そうですね、あ、だからまあ兄としたい、うん、
ね、若干天然なとこもまたね個性的だ、まあ、天然は俺も分かる俺も天然だから、はい、だからあの天然でいい、ショートは天然だ、あれ違う違う、まともなやつは野球選手にいないから、あ、まあ、いやまともだったらあの世界に生きていけないから、確かにそうですね、うんうん、ね、思います、まあ、みんな思ってるんだから自分はまともだってそんなやつが全部変だから、はい、ね、もうみんな変なやつの集合団体だ変人の集まりだ、確かに、でもそのぐらいじゃないとできない、できないですよね、はいはいはい、9番ちょっと待ってください、はい、その前にちょっと来てますね、二遊間のルーキーは厳しいですかとスタッフから来てます、これ村松選手、田中選手、福永選手ということで大卒2人に社会人1人、ちょっと待ってみろよ、はい、キャンプ終わってからやるって言ったよねその時入るか入らないかだよ、まずは、まあ、姿も形も何もないのにさ、はい、わかんねえじゃないの、まあ、多分いやそれは田中なんかはね、アジア大の、はい、あれはなんか魅力的だよね、うん、あだからそれはお前代打細川って言いたいよ今からでもあそうですよね、そうよ、取りましたもんね、そうそうそう、あそうだ入ってない、入ってない、細川取ったけども、はい、ね、まずはやっぱ代打からだろう、まあ、やっぱそこそうなんですかね、うん、いきなりっていうのは難しいんですかね、だから大島の状態が悪ければレフト細川行けって言うかもわからないし、はい、まあ、岡林がテレッコしてたら、うん、大島センター行けレフト細川と、あそうですね、途中からっていうことなんですね、そう石川、ね、足の状態がちょっと悪いんですみたいな、うん、よし田中行けみたいな、うん、周辺サードのある田中セカンド行け、うん、だからいかようにもできることはできるんだよ、はい、ね、だけどまあ開幕だからさ、まあ、お前姿形も見てないのにまだ細川って言うんだったら話は分かんない、いきなり二遊間ルーキー分かんないよ、んなのもできるよ、もう二遊間ルーキーってあり得るよ、だからある程度は頭にあるけども、はい、見たこともあるしね、はい、多少でもこれはプロの水に入ってって、うん、そこで慣れるかどうかっていう、まず慣れの問題もあるし、そうですよね、だからただ代打細川は言うよ言っとくよ、言ってもあれ代打細川十分にあり得るということですね、はい、で先発ピッチャーね、はい、先発ピッチャー行きましょう、はい、はい、今年は柳、柳投手、はい、はい、彼はね、はい、やっぱ喋りのセンスもあるし、うん、非常にあのリーダーシップがあるな、うん、だからそういう意味では俺は柳がやっぱ投手の中心になって引っ張っていってほしいと、うん、あれだけ打てなくても我慢して調子が悪いけど我慢強く投げてっていう、まあそういうこう見本になれるような、はい、まあ選手だね柳っていうのは、そうですよね、うん、だからまあちょっと期待をしたいなという、はい、ね、というわけで、まあ今回は、セリーグが楽天やってないじゃないか、お前お前失礼だぞ、お前ここは絶対カットしないからねすみません楽天ファンの方、ね、もう本当中日時間食っちゃったからなそうなんですよ、そうなの、すみません、そうですよ、もう正月ボケだからもう許しやってください、すみません、ぼっとしてました、ね、楽天です、はい楽天、はい、ね、楽天、1番、はい、なんかないのか、こうさ前振りみたいな、まあ、楽天はあのコーチ陣とか一新とか特にはあ、まあいいもうはい、1番、1番センター辰巳、はい、もうそろそろ1番に定着してくれ、あ、ね、彼のポテンシャルとか、はい、守備力とか、うん、ね、考えたらもう彼が1番を打ってくれたら、はい、何の文句もないよ、はい、ね、頑張ってほしいと、もう今年こそ逆にじゃあもう今年定着しなければっていうことってなんなんだろうね、あの定着のしないで、うん、でもね毎年だけど欲はなってきてる、はい、だからこうステップ、うん、ホップする、ジャンプ、ジャンプ、うん、はい、いけ、はい、はい、2番レフト、はい、阿部、あ、阿部選手、阿部ちゃんがマスターが、あ、マスターがレフトで、はい、先発、デビューですね、これね、やっぱり右バッターが少ないっていうことと、うん、あと右打ちがうまいっていうことだよ、だから辰巳を生かせると思うんだよね、あ、うん、だから、まあそういう意味では阿部、はい、ね、頑張って阿部ちゃん、新天地で2番で、ヒゲ生やせ、もうそう OK ですからね、あ、もうヒゲだ、ヒゲもな、はい、何でもかんでも OK だから、ちょっとすみません、何でもかんでもダメまだダメ、まだダメ、あ、まあでも地元に帰ってっていうかね、はい、あっちの方の空気をいっぱい吸って、はい、ね、頑張ってほしいと、はい、ね、はい、3番、3番セカンド浅村、あ、浅村選手、ね、3番、頼むよと、今年もリーダーね、はい、うん、昨年ちょっとホームランが少なかったかな、彼にしてはね、はい、打点も少なかったかな、まあ、それは1、2番の出塁っていうこともあるしね、うん、まあ、今年はその辰巳と阿部がバンバン出るから、
返して返してくださいと、はい、ね、含めて、はい、4番 DH 島内、島内選手でもね、 DH 島内、今踏んでないな、 DH 踏んでます、踏んでる、 DH 島内、おーちっちぃ、おーちっちぃ、おーちっちぃって何ですか、まあなんかこうちっちぃ、まあまあいいでしょ、まあいいでしょ、はい、まあいいでしょ、はい、はい、で島内、島内選手、ね、なんかトンチンカンなことオフ行ったけど出て行っちゃうんですか、出て行きます、いけないよ契約上何言ってんだと、でもね、なんか島内面白いやつだね、あ、そうなんですね、あ、まあでももっと、まあ、自分の評価をね、はい、っていうこともあったと思うんですけど、まあまあそうだね、はい、他が給料バンバン上がるのにさ、はい、自分が早く契約しちゃって複数年やってるから上がんないんだよさすがに辛いよね、そうですよね、その間に打点王とかさ取っちゃって取っちゃってるから、そうですね、なんか俺損したのかなっていう気分になってるんだね、 そんなことはない、みんな見てるから、そうです ね頑張れ、はい、はい、5番、5番ファースト、うん、フランコ、フランコ選手、はい、よく知らないんだけどいやいや、なかなか、いやだけどやっぱりそのために取ったわけでしょ、そうです、うん、だからまあやっぱり入れるだろうなと思ったんで、そうですよね、しかも、はい、まあ大体新外国人で打ってほしいってなるとクリーンアップってことになってきますもんね、そう、うん、だからまあフランコ頑張って、はい、ね、5番ね、うん、はい、はい、6番、はい、ね、サード鈴木、お、鈴木選手、あ、模擬ではないんだよ、お、それはなぜ、模擬はね休むんだよね、やっぱ、ただやっぱ鈴木の方が頑張れるということで、はい、もうレギュラー、うん、ね、鈴木、うん、もうそこは誰にも出すなみたいな、誰も開けるなよって、うんうん、変わるなよってということなんですね、変わりたくない選手なんだ、あ、性格的にも、そうそう、変わりたくない選手なんだけど、はい、ちょっと打てなかったら変えられるという、ね、そっか、うん、マー君の息子が鈴木大地のファンなの、はい、あ、そうなんですね、だから出す出せ監督ではないんですけどね、田中マー君は一応石井さんとその前に三木谷さんもいるので、まあね、はい、はいはい、まあ鈴木、ね、大地選手、7番ライト岡島、はい、ね、まあやっぱ勝負強いしな、うん、いいバッティングしてるんだよね、はい、なんか目立たないからかわいそうなんだけどさちょっと地味じゃない、いやファンの中では、だってお前あの中日が終わったら行くぐらい楽天地味だからさそんなことないそんなことない、いやだからそんなことないですよ、ね、はい、で8番、はい、キャッチャー住谷、まあそうですね、あ、はい、まあ安定感だね、安定感あります、まあ、開幕でね、はい、はい、うん、で9番、はい、ショート小深田、あ、小深田選手、ね、山崎という選手もいい選手いるんだけどさ、はい、ショートに、でも小深田の必殺が伝わるんだよね、うん、なんか負けたくないってやっぱ社会人踏んでるからな、なんかねここで明け渡したら飯が食えなくなるっていう、うん、なんか悲壮感でもないんだけどさ、なんか必死感は伝わるんだよ、社会人からの選手って多いですよね、その頑張るぞなんとかしてっていう選手、声援の価値を知ってるからね、あ、そうですね、やっぱ社会人っていうのは、うん、はい、だからもうここでやんないとここでやんないとっていう、なんか自分を鼓舞してる姿が、小深田は俺は素敵だなと思うから、うん、9番、はい、ショート小深田、そうです、頑張ってください、まあ、力む必要もないんだけど、ね、そうですね、まあでも気合まあ気合、ね、気合なので、はいはい、豊さん、はい、豊さん一押しの武藤選手、武藤はね、うん、このメンバーでスッとは入れない、はい、やっぱ相当打たないと、はい、ね、島内がいたりだとか辰巳がいたりだとか、ね、岡島がいたりだとか、はい、そんな中にはなんかセンスはある、はい、でものすごいいいものはある、うん、でもまだ早いよ、まだやんないと、もっとどこをやらないと、ここに体幹だな、体幹、もうバッティングの選手はもうお墨付きだから、はい、でもあとはやっぱ体作りだな、うん、うん、だからそこら辺でサボらない方がいい、そうですね、うん、だからそしたらそれができたら安定できるよね、そしてこの中にも入っていけるぐらいに行かなきゃいけない、うん、行かなきゃいけないセンスの持ち主で、はい、うん、誰と勝負するんだ、うん、標的は君だ、自分自身、いやお前なんだよ、もう向こうのポジション行けみたいな、そう言われるぐらいにならなきゃダメだよね、はい、そうですね、じゃあもうあとね、もうちょっとというところで、うん、そして、まあ、安田な、キャッチャーの、そうです、キャッチャーの、まあ、いるんだよ、あのなんかゴジラとかやって55番つけてるけどさ、はい、プリ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 って、うん、
まあ振るのは気持ちいいけどさ、はい、まあ、去年もう少し安定感出てこないとな。ダメですか。ダメだよ、まあ、去年その例えばルーキーキャッチャーとか、あとねキャッチャーとしてはね、はい、ちょっと厳しいかもな、うん、それは、まあ、スローイングとかも含めて、うん、キャッチングも含めてっていうことは、いやだから技術を磨くのか、はい、それともあのコンバートっていう風になるのか、はい、これはまあ球団が決めたりもするけども、はい、まあ、昨年開幕スタメンだったのかな、そうですそうですそうです、あの松川選手と一緒に、はい、いやだからそれ以降もうパッとしないからね、はい、だから、まあ、今年どういう活躍を見せてくれるのか、まあ、楽しみにはしたいけど、うん、開幕スタメンということはならないな。そこやっぱりだって開幕投手がマー君だもん、うん、俺は今年田中投手なんですね。忘れたの、また。いや忘れてないです。開幕投手聞くの、いや覚えてました。いや正直言ってる、正直に、いやそれは則本投手って来るんだなっていうふうに待ち構えてました今度は。ああそうか、なんで楽天のチームを忘れたのさ、まあ、なんか中日で2倍やった気がしてました、はい、マー君、マー君、それは則本投手ではないというのは。いや違う、やっぱりね精神的な支柱と、はい、やっぱり野球にかけるっていう感じからするとやっぱもう一回俺はマー君に戻すべきだと思う、楽天の。まあ、則本投手は、まあ、いわゆる裏に回るってこと、まあ、裏っていうか、まあ、2番手とかね、裏ローテの1番手とか、うん、まあ、そこまで落とさなくてもいいんだけど、まあ、落とすっていうか、まあ、マークの次に投げてもいいんだけどさ、うん、まあ、同じような形になっちゃうから、うん、裏ローテの1番手っていうのでもありだよね、うん、そこはやっぱりね、マー君っていうのはチームを引っ張れるけど、則本はねまだチームを引っ張っていけるだけのものがないのかなっていうような感じがする、ね、うん、だから引っ張っていくよ、はい、もちろん。でもマー君と比べたらだよ、うん、はい、他のピッチャーから比べたら圧倒的に則本だけど、ね、だマー君と則本って考えた時に俺はもう一回マー君に責任を全部つけた方がいいと、そしたら返してくれると。その田中投手のもう一度っていうところを期待する意味でも、そうだね、うん、そしたら則本がもう一回刺激受けるかなと思って、あ、そのお互いの向上のためにもっていう、そう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 、ことなんですね。分かりました。まあそういうことです、はい、はい、さあというわけでもうやりましたよね、これ、はい、セパリオすいませんさ、うちの森藤がすいません、中日をねなんか2倍やった気分忘れちゃったみたいな、ましたけれども、本当に、はい、正月早々、そうそうそう、ちょっとボケておりました、ね、というわけで、今回は、はい、セリーグは中日、そしてパリーグは楽天の開幕予想を大胆予想します、はい。